どうも、ナメコです。バイブリーの村に到着したウプ主。早速こののどかな村を散策してくるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、イギリスのバイブリーに来ています。現地ツアーで、コッツウォルズの4つの村を回っているぜ。早速散策していきましょう。こちらはアーリントン楼。有名な観光地なので、知ってる人、行ったことのある人、結構いるんじゃないでしょうか。1380年に修道院の羊毛貯蔵所として建てられた石造りの建物で、現在では住宅として使われています。イギリスのパスポートカバーの内側にも書かれているくらい、有名だそうな。なおここに限らず、村々の住宅には人が住んでいますので、窓から覗き込んだり、内部を撮影することはやめましょう。もし自分が住んでたら、自宅なのにくつろげなくてプッツンしちゃうぜ。ここでなんだかなーってお話です。画面奥に見える2台のグレーの車。ここはアリントン楼の住人の車ですが、うち1台はもともと真っ黄色な、ピーター・マドックスさんの、ボクソール・コルサという車でしたが、家の前に停めていると、写真にどうしても入ってしまい邪魔だ、と、ソーシャルメディアを通じて騒がれたそうな。そんな大げさな。車の1台や2台写ってもいいじゃないか。こちらは以前に訪れた際の写真ですが、かろうじて写ってました。ウプ主も当時はそのことは知らず、何十枚も撮った中で2枚だけ黄色の車が写り込んでました。黄色の車が景色に調和しないと、ウプ主も無意識に映らないようにしてたのでしょう。まあでも住人の車だし、別に入場料取ってるわけでもないしな。そこはしゃあないだろ。普通はそう思うのですが、残念な事件が起こります。2017年2月に何者かによっていたずらされ、石を投げつけられピラーがへこみ、フロントガラスにひび、リアガラスも割り抜かれました。さらにはボディにムーブ、どけろ、と落書きがされていたそうな。それいたずらってレベルじゃないだろ、明らかな器物破損だろ。当初は保険金でライムグリーンのコルサに買い替えるつもりだったそうですが、結局、街の平穏を乱したくないと、グレーのコルサに買い替えたそうです。ほんと、なんだかなーって話だぜ。なおこのニュースを聞きつけた黄色い車愛好者たちが、マドックスさんの黄色いコルサ応援のために、パレードを観光したそうな。その数なんと100台。黄色い車がこの村に100台も、だと。安全上の理由で100台に制限したそうで、実はもっと集まりそうな勢いだったとか。おそらくソーシャルメディアを通じて黄色い車オーナーたちが集まったのでしょう。ソーシャルメディアで叩かれ、ソーシャルメディアで励まされる。良くも悪くも、時代を感じさせる話だな。なお画面ではバイブリーの村を、ぐるっと一周しています。
バイブリーの村は小さく、マップではこんな感じ。駐車場からスタートし、村を時計回りに歩きました。ここがアーリントン道です。村を一周しても、10分もかからないくらい小さな村です。こちらは近くにあったお土産屋さん。隣でニジマスの養殖やってるのか、魚も売ってました。超かっちょいい車が通過。バイブリーの観光は以上です。えらくあっさりだな。見るところそんなにないんですよ。自由時間も40分だけなので、あっという間でした。でもご覧のように自然いっぱい、緑いっぱいで癒されるので、超絶おすすめですね。集合時間になり、お次の目的地、フォートン・オン・ザ・ウォーターに向けて出発。ここでガイドさんにお願いして、アクションカムをフロントガラスに貼り付けていいかうんちゃんに確認してもらいました。以前の動画の、全面展望的な感じのやつか。ですね。あれめちゃんこ楽しいのですよ。で、あっさりとオッケー。で、その映像がこちら。おお、バッチリ撮れてるな。ただし目的地までカメラには触れないので、画角の調整やバッテリー交換はできません。録画しっぱなしだと電池もすぐに切れるので、Wi-Fi 経由でこまめにオンオフを切り替えてました。遠く離れたカメラを手元から操作。技術の進歩、パナイゼ。間もなくバイブリーの村を抜けます。この再生スピードだとめちゃ時間がかかるので、トランラム。そういえばフロントガラスにくっつける吸盤スタンド。昨日のツアーでぶっ壊れたんだよな。接着剤で治ったのか？ふふふ、うぷ主はどちらかというと理系、技術系。こんなものお茶の子さいさいですよ。余裕のよっちゃんですよ。まあ構造が簡単でよかったです。治らなければ、この後の車窓や機内からの映像が、すべて手持ちになるところでした。そして画面ではイギリスの田舎道を、ぐんぐん進んでいます。日本の田舎道とは全然違うぜ。山がない分、空が広いぜ、開放的だぜ。はい、ここで突然ですが、尺稼ぎの質問回答コーナー。どんどんパフパフー。寄せられた質問に、うぷ主回答していきます。やっと質問が来たのか。うぷ主よかったな。ではテンポよく行きましょう。掛け合い式で進行したいので、マリサよろしく。しゃあないな。では、5本。
第1問。一番行ってみたいところはどこ？国際宇宙ステーション。宇宙は男のロマン。夢はでっかく大きくです。まあ、ウプ主の知能では無理ゲーだな。続いて第2問。ディズニークルーズについて、どう思う？ウプ主ディズニーに興味はないので何とも言えませんが、ディズニー大好きならたまらないでしょう。ただしぼっちで参加するには、鋼のメンタルが必要ですね。続いて3問目。旅動画編集について、上達のコツやうまく見えるポイントは？偉そうなことは言えませんが、とりあえず作ってみて見返して、自分自身がその動画を面白い、ためになると感じれるかどうかです。あとは他の人の動画を見て、いいところは参考にし、悪い、見にくいところは自分も注意するって感じでしょうか。あと、動画を投稿したからといって、すぐにコメントつくわけじゃありません。今でこそウプ主の動画もたくさんの方に見ていただいていますが、最初の頃なんてビビビビビたるものでした。どんだけビビだったんだ。コメントが欲しいから動画を作るんじゃなく、自分の動画で役に立ちたい、自分の旅を自慢したいという意気込みで、日々切磋琢磨すれば、自然と面白くなるのではと、好きこそものの上手なれ、ですね。おいウプ主、お前偉そう。ってことで今後も車窓会があれば、適度に回答していきます。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。